お二人さん、何かご用でしょうか。往生堂は今立て込んでおりまして。勝利を探しに来たんだ。伝言を頼めるか。勝利先生は今いません。北国銀行に行ったようです。北国銀行、あれってファデュイのとこだろ。そういえば最後に勝利と会ったのは黄金屋に行く前だったな。魔人がリーユエを攻撃したことを知らないのか。こんな時にファデュイの縄張りに行くなんて危ないぞ。仕方ない、オイラたちにとっても危ないけど探しに行くしかないな。ファトゥス同士の協力だって。よくも俺を騙して好き勝手やってくれたね。目的のために小さなことを気にしてはダメよ、講師。あんただって取引や計画を無視して楽しく暴れてたでしょ。あんたらしいわね。あら、あんたの知り合いが来たわよ。あ、勝利と講師だ。それと、お前、あの時のファトゥス。あんたたち、銀遊詩人の国で会ったわね。私の名前を覚えてるなんて褒めてあげるわ。まあ、大切なものを奪われる友人をただ見てることしかできなかったわけだし、忘れるわけないわね。落ち着けって。黄金屋での一戦みたいなのはもうゴリゴリだぞ。11執行官のうち2人もいるんだ。戦わない方がいい。いや、黄金屋での戦いは実に楽しかったね。また会えて嬉しいよ。はん、お前がファデュイの執行官だって知った時からお前を信用すべきじゃなかった。まあまあ、確かに俺は君たちを少し騙してたけど、旅人に対して悪意はなかったんだよ。まあ最後はちょっと本気でやり合ったけど、これまでの協力関係は楽しかったじゃないか。そうだろ。立場が違うから君のことを根に持ったりはしない。もちろん君たちが俺を憎んでも俺は構わないよ。むしろ勝利先生と淑女の方こそよくも俺を騙してくれたね。それは今はそれよりも早く任務を続行するのよ。約束通り、あんたの神の心を取りに来たわよ、モラクス。何の話だ。契約は成立した。何時に渡そう。ずいぶんと上から目線ね。何？勝利が元王帝君だったのか？いやいや、それ自体がびっくりだけど、なんで神の心をファデュイにあげるんだ？あげたんじゃない。契約に基づいた取引。俺と氷の女皇の取引だ。そうだ、ひどいぞ勝利。お前を迎えるための儀式だったのに、急に空から竜が落ちてきて、リーユエ校は大混乱だったし、とんだ災難に巻き込まれたんだからな。水面下の暗流を集めて、極限になるまで圧をかけて爆発させる。まさに彼が望んだものでしょ。俺が説明しよう。知っての通り、俺は6000年以上生きてきた。仙人たちと共にリーウェイを作ったのは3700年前のことだ。渦でうがつことのできない岩も時間に洗い流されれば摩耗する。まだその日じゃないと今まで見て見ぬふりをしてきただけだ。しかしある日、俺はある商人の部下への言葉をたまたま耳にした。君は君の責務を果たした、今は休むがいいと。その時俺は自分に何度も問いかけた。俺の責務は果たしただろうかと。勝利、神の座を降りると考え始めた時、
俺には離れられない理由が多すぎると気づいたんだ。神と共にあるリーウェ。次の時代に入る準備はできただろうか。俺はそれを観察する時間と、そして決意するきっかけが欲しかった。だから偽りの死を計画し、講師、仙人、リーウェ七世を巻き込んだ。ああ。ずっと手中にあった神の心も、ついに使い道を失うこととなった。その通り。だから今まで、神の心を手元に取っておいた。つまり、もし取り返しがつかないことになってたら、お前は神として、リーユエを助けてたってことか？当然よ。それくらい彼にとってはお茶の子さいさいだもの。まさに、親を失った子が急成長するかのように、このリーユエも、神の死によって成長したのよ。今回すべての件の結末は、俺の予想以上にうまく解決した。隠居していた仙人たちも、情報量が最も少ないのに、最大限の自制を見せた。七星と共に危機に立ち向かい、民の心を理解しようとした。そちらの宿女も、標人との契約を果たす使者として、俺の要求を聞いて、取引のことを誰にも言わなかった。孔子殿にもね、俺自身は凡人の勝利として、リーウェの伝統を守った。共に旅をしてくれたこと、感謝するぞ、旅人。何もかも俺の計画だ。唯一俺の予想を超えたのは、リーウェ七世が取った行動だ。リーウェを守ってくれればいいと、仙人たちと同じ期待をしたが、まさか、このまま神に取って代わり、俺の死を利用して、リーウェを管轄下に置くとはな。あんまりめでたいことに聞こえないぞ。いいことだと思うぞ。少し早すぎるかとも思って心配したが、彼らは俺の期待を真摯に、真剣に答えてくれた。あのさ、勝利先生、散々俺を騙してたのに何も言ってくれないの？礼を言ってあげたらどうかしら。あんたが起こした騒ぎがなければこうはならなかったわ。元神はあんたに感謝すべきね。あんたが魔人を召喚して戦わせていなかったら、元神が数千年も手にしていた石ころ、リーウェもダイヤにはならなかったでしょ。誰かが俺に皮肉を言ってる気がするんだけど、気のせいかな。そうだけど、今のリーウェにとって君は恩人で、俺は大悪党だ。神の心は手に入れたし、これ以上の滞在は無意味ね。スネージナヤパレスに戻らせてもらうわ。はあ、勝手にすれば。俺は同行するつもりはない。勝手になさい。最後に、聞きたいことはないか？ふむ。取引は平等が大事だって言ったよな。でも、神の心ほど価値のあるものって、他にあるのか？普通に考えたら、確かにないな。はぁ？だが俺は、契約の神。数千年間、俺は幾千万の契約を交わした。利益のない取引なぞに、俺は手出ししないぞ。標人との取引は、俺が元神として最後に結んだ、すべての契約を終わりにする契約だ。かの氷の女皇が、一体どんな代価を支払ったかについては、お前自身の手で、答えを明らかにするといい。操船儀式は今日らしいぞ。送る主役は偽物だけど、時間をかけて準備をしたから、ちゃんと見ておかないと。
とな。総選儀式をやるってことは噂は本当だってことだよな。岩王帝君が本当に。しかし犯人はまだ捕まってないよな。バカ野郎、岩王帝君を殺せるなんてきっとただものじゃない。噂で聞いた怪しい奴ら、俺はその全員を信じないからな。ただその資格がファデュイの偉い人だっていう説はかなり可能性が高いと思う。確か孔子とかいう名前だったか。ファデュイ、確かに怪しいな。強欲で嫌味な奴らだし。静かに。聞かれたらどうする。今は守ってくれる帝君もいないんだぞ。あの海の魔人、急に現れたわけじゃないよな。2000年も封印されてたわけだし。ああ、ちょうど岩王帝君の件もあったしな。な、岩王帝君を殺した奴と魔人を解放した奴が同じっていう可能性あると思うか。言われてみれば、確かに、可能性は高いかも。わかったぞ。きっと、そいつが魔人と結託して、岩王帝君を殺害したに違いない。なんてやつだ。しかし、どんなやつなんだ？今までそんなすごいやつがいるなんて知らなかったが。まあいい。それより、あの戦艦軍から何かお知らせがあるみたいだ。まずはそれを聞くとしよう。七星によるお知らせです。寿命が山のように膨大な竜も、いつかは土に帰ります。帝君の寿命は非常に長いものですが、月に満ち欠けがあるように、いくつかの試練があります。巷で流れる帝君が殺害されたという噂は事実ではありません。帝君は試練に見舞われ、魂は好天に変えられました。皆様どうか気を落とさずに、いつも通り生活してください。また、噂を信じ、憶測することはおやめください。その、七星のお知らせは何て言ってたか、訳してくれないか？はあ、七星の言い方だと、そんな風になるんだな。こうも早く犯人探しを諦めるなんて、なんだかおかしいぞ。それに理由自体も、急に考えたものみたいだし。まさか、岩王帝君が死んでないことを知ってるのか？でも、勝利は七星も仙人たちも知らないって言ってたし。神の心の取引が終わった後、勝利が彼らにこっそり教えたとか。だろ？そうだ！総選儀式はもう始まったみたいだし、終わる前に早く見に行こうぜ。あ、行幸と国政だ。何してるのかな。帝君の魂は好天に変えられた。契約の断絶であって、一つの時代の終わりでもある。3700年の契約がこうして灰になった。私たちは幸せだった。そして、時間の残酷さを忘れてしまった。神のいる地の長い夢は終わらへん。夢から目覚め、さよならを覚えるの。契約が再び作られた後、皆さんは、次の時代に祝福を送るのでしょうか。では、天中園様のスピーチは以上です。幽変様、何かお言葉はありませんか？ん？彼女、こっちを見てないか？旅人。うわ！本当にこっちを見てる！あれが魔人を倒したと噂の旅人か。魔界。七星は必ず恩を返す。知ってると思うけど、私たちにできないことはないわ。言ってみなさい。君がもらうべきものなんだから。
では、人探しのお知らせを。君ね、さっきの発言は本気？それともカッコつけてる？人探しのお知らせなんてうちうちに私に言えばよかったのに。あなたを仲間にしたことは最も正しい一手だったかもしれない。きっと後世もそう評価するわ。会場の整理、観客の管理、書面記録、仕事がたくさん、漏れがないようにしないと。おい勝利、リーユへの人々はもう岩王帝君に会えないと思ってるぞ。この悲しげで寂しい雰囲気を見てみろよ。なんで当事者のお前が気楽に構えてるんだ。3700年続いた重荷を下ろしたんだ。気楽になるのも無理ないだろ。そうだ、お前たちはいつ空いている？新月軒の料理をおごろう。嘘はやめろよな勝利。三杯酔いならまだ信じるけど、新月軒はお茶も有料なんだぞ。本当に払えるのか。あ、言われてみれば確かにモラが足りないな。岩王帝君、モラクスとしてモラを作るのは簡単だ。しかし勝利になることを選んだからには凡人のルールに従うべきだ。お前たちと共に行動してた時、神の心はまだ俺の手にあったわけだが、七神の座を降りると決めた以上、未来の新生活を予習しておかないわけにはいかないだろ。うん、道理で。勝利が値段を見ないのは値段を見る癖がなかったからなんだな。でも自由にモラを出せない自分にも慣れてないから、いつも他人に支払ってもらうダメなやつになったのか。いや、ファデュイの金を少し使っただけで、そこまで言わなくてもいいだろう。貿易の都で人々が交換するのは金銭と商品だけでなく、知識や記憶、目利き、それから身分、役割と生活の交換もある。モラックスがいくら岩王帝君として民と共に生活したとしても、勝利という本当の凡人が感じるものとは異なる。この件はお前に礼を言わねばならない。勝利としての俺もお前と共にリーウェにいた記憶を大事にするぞ。ああ、ただどんな旅でもいつか別れの日が来る。うん、オイラたちもそろそろ次の神を探す旅を再開しないとな。それは少し難しいかもしれない。リーウェの海上隣国である稲妻は今鎖国中だからな。稲妻の雷神バール、リーウェの人々が俺を岩王帝君と呼ぶように、彼女は稲妻で別の名前で呼ばれている。うん、確かライデンだったっけ。ああ、ライデンは稲妻幕府の将軍でもあるため、彼女はライデン将軍と呼ばれている。そういえば稲妻の情勢は緊張状態だって不当で聞いたことあるけど、少なくとも去年はそこまでじゃなかったよな。勝利、お前はリーユへの岩王帝君だし、何か知らないか？稲妻は一体何のために鎖国したんだ？それは、神の目だ。神の目？手に負えない境遇を前に、人々は自身の無力を嘆く。しかし人生の最も険しい分岐点、その渇望が極致となれば神の視線を一身に受ける。それが神の目。神に認められし者が得られる外付けの魔力機関
それで元素の力が使えるようになる。ふむ、テイワット大陸共通の見解だな。しかし去年、ライデン将軍はメガリレーを出した。メガリレー？稲妻全域の神の目を徴収し、千住百目神像の手にはめるんだ。神の目を？なんで？神の目は神の恩恵なんだろう？神の恩恵だから、それを自由に使える権利が自分にはあると彼女はそう考えたんだろう。うわぁ、厳しい。風神は自由の神、元神は契約の神、そしてライデン将軍は永遠を追求する神。永遠の国のため、彼女は不穏要素を排除すると決心したんだろう。それに、七神で最も古い俺も言ったことの影響で、彼女はより永遠を追求するだろう。メガリレーを発表した時、きっと彼女は、あの口癖を民に言ったはずだ。七神が求む七つの理念の中で、永遠だけが天理に最も近い。さて、他に知りたいことは？天に昇る？そんなふざけた理由にしたとはな。しかし、七星が犯人を追わずにこの件を終わらせたのは、確かに、帝君は死んでいないことを知ったからだ。なあ、七星だけでなく、仙人たちの方にも教えたぞ。連絡の方法？ああ。夢枕に立つという便利な戦術を知っているか？さて、他に知りたいことは？そういえば、七星がお知らせを出す前に民衆たちの話を聞いたんだけど、みんな孔子のせいだと思ってるぞ。そういう非難は正確性に欠けはするが、軍玉閣を襲わせたことも、魔人を出したのも、紛れもなく事実だからな。行幸がこの件をネタにしたせいで、ファデュイの施設は、えらい状態になっているらしいぞ。執行官の立場がなければ、きっとスネージナヤの外交官たちは、孔子のせいにして、彼をクビにするだろう。さて、他に知りたいことは？仙人の時代は終わった。リーウェ七星さえもそれを受け入れなければ、リーウェの未来はどうなる？国政の言葉だ。悪くない。行幸の権力欲を褒めていたし、リーウェの管理する権利を神から七星へと引き継がせる計画は、行幸が主導していたものだと思っていたが、よく考えると、最初に奪権を言い出したのはおそらく、ん？さて、他に知りたいことは？そうだ、今神の心を持ってないんだろ？テイワットの村はどうなるんだ？モラクスの死によって村は消えるのか？それに黄金屋は全大陸唯一の造幣局だろ？この先大丈夫なのか？現存の村は消えないが、黄金屋は長い時間止まる。モラを作るときは元神の力が必要だからな。確かに大事件だ。金融面から言うと、いい。こういう難しい問題は、リーウェ七星に任せよう。じゃあさ、勝利はさ、へそくりとか、あるのか？へそくり？ふん。普通に考えて、それはいいものだな。しかし。しかし？しかし忘れていた。さて、他に知りたいことは？では、鎖国を突破する方法でも考えよう。焦るな。きっかけも必要だ。